こんにちは、ストッカー塾の久保です。今回は非常に短くお届けしようかと思います。何か自分でビジネスを始めたつもりなのに、なかなかね、思うように売れていかない、売上が上がらない、集客ができないということは、それは集客が上がらずに、売上が上がらずに利益が取れないことを一生懸命やってるんだと思います。で、売上が上がったり集客ができたりね、それから利益が出るっていうことを繰り返している方っていうのは、単純にですね、利益の出ることをやってたからなんだと思いますし、売上の上がることをやっていたんでしょうし、それからね、多くの人が集まるようなそんなことをしていたんだと思うんですよ。これ以外はないですね。だから何かをやっているつもりでも、結果的に自分の思っていたことが結果として出てなければ、それはすぐやめるべきだと私は思うんですよね。その繰り返しなのかなと思うんですけどね。特にね、一定期間は試してみる、そんな時間が必要だと思いますけども、このままじゃダメだなと思ったら、このままでいないことなのかなと思うんですけどね。ちょっととんちみたいになりましたけども、忙しい毎日の中で自分の思い通りの人生が構築できないとしたら、その忙しさは、なんでしょうね。自らを育んでいるんでしょうか。どうなんでしょうか。なかなか難しいところだと思いますけどね。どうなんでしょうかね。今日は以上です。動画の方、拝見しました。短い動画だったんですけども、いまいち、どっちに向かってるんだろうか、明日はどっちだみたいなね、明日のジョーになってしまいそうです。一休みしてまたメッセージください。それでは失礼します。